オーバーンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州の中央部にしより、カユガ郡にある都市であり、同郡の郡庁所在地である。フィンガー湖郡の一つ、オーアース港湖の北端に位置している。2010年国勢調査で、の人口は27,687人だった。市内に最高警備度のオーバーン共生施設がある。アメリカ合衆国国務長官を務めたウィリアムス・ワード、や、 奴隷制度廃止運動家、ハリエット・タブマンの家がある。スワードの家は、ハウス博物館になっている。ニューヨーク州オーバーン1909年制作、ウィリアム・ブルースがオーバーン工場、1907年ステート通り、1910年オーバーン周辺の地域は、ヨーロッパ人が接触し、記録が残される、以前の長い間、色コ遺族の領土だった。 オーバーンの街はアメリカ独立戦争の後でニューヨーク州西部が開拓された時代である1793年に設立された。設立者のジョン・エル・ハーデンバーグは独立戦争の間に色恋族に対抗したサリバン・クリントン遠征に従軍したベテランだった。ハーデンバーグはオーアース港側の傍らに幼い娘と二人のアフリカ系アメリカ人奴隷。 ハリー・フリーマンとケイト・フリーマンと共に入植した。1806年に死んだ後、オーバーンのノース通り墓地に埋葬され、その後の1852年に市が新しく開いた埋葬地であるホートヒル墓地に最初に埋葬されるものとして移送された。町は、ハーデンバーグの製粉所と製材所の周りに成長した。当初は、オーレリアスの町のハーデンバーグズコーナーと呼ばれていた、この開拓地が、 1805年に軍庁所在地となった時にオーバーンと改名された。1815年に法人化された村となり、1848年に市として認証された。1825年に開通したエリー・ウーンガからほんの数マイルの距離にあったので、土地の工場は安価に製品を南北に運ぶことができた。1871年、 リーハイバレー鉄道が資金を出したサザンセントラル鉄道が完成し、ペンシルベニア州は先頭の石炭をオーバーンを通ってオンタリオ湖のフェアヘイブンの桟橋まで運んだ。1818 18年から1939年、オーバーンにはアメリカ合衆国でも著名な神学校であるオーバーン神学校があった。1939年、世界教皇の結果として、 財政的な問題に直面し、ニューヨーク市のユニオン神学校のキャンパスに移転した。当時の建物で唯一オーバーンに残っているのは、ウィラード記念礼拝堂とネルソン通りにあるウェルチ記念ホールである。このホールは、ロチスターのアンドリュー・ジャクソン・ワーナーが設計し、ルイス・カム・ホート・ティファニーがステンドグラス窓と内部装飾を設計した。ティファニーによる礼拝堂内部装飾として、 今日まで完全なまま改変されずに残っている唯一のものである。1816年、オーバーアン刑務所が当時オーバーアンシステムと呼ばれた囚人を扱うためのアイディアを詰めたモデルとして設立された。その施設や囚人を訪問者が見るときは料金を取られた。1890年8月6日、電気椅子による最初の処刑がオーバーアン刑務所で行われた。 1901年、ウィリアム・マッキンリー大統領を暗殺した、犯人レオン・チョルゴシシュがここで処刑された。オーバーアンシステムのアイディアは捨てられたが、刑務所は最高警備度の施設として運用が続けられ、大陸アメリカ合衆国でも最大級に厳しい刑務所となっている。オーバーンは、フィンガー湖群の一つ、オーアース高湖の北端にあり、 オーワース高校を出た水は、オーワースコアウトレット、別名オーワースコ側となって、市内の北を抜け、セネカ川に至る。市が所有し運用するダムが、湖からの流出量を制御しており、飲料やレクリエーション用に使われている。市の汚水処理場から出る排水を扱うために、川の水量を十分に保つことが求められている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 地域全面積は8.4平方マイルであり、このうち陸地8.3平方マイル、水域は0.08平方マイルで、水域率は0.89%である。アメリカ国道20号線が市内を東西方向に抜ける幹線道であり、州道34号線と道38号線は南北方向に走り、20号線と市内で交差している。 20号線で西に15マイル行けばセネカホールズ町、修道5号線に北東に26マイル行けばシラキウス市がある。オーバーンの気候は季節によって温度差が大きく、夏は暖かいか暑く、湿ることが多い。冬は寒く、厳しい寒さになることもある。欠片の気候区分によれば、湿潤大陸性気候、略号は DFB である。 オーバーン共生施設以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。オーバーン拡大市教育学はオーバーン市の公立教育体系である。現在は幼稚園はケイラ12年生を教える8つの学校がある。ウェスト中学校は経費節減のために2011年夏に閉鎖され、生徒はイースト中学校と合流した。オーバーンで 唯一のカレッジは2年生のカユがコミュニティカレッジである。市内フランクリン通り沿いにある。オーバーアンダブルデイズの野球試合、2012年オーバーアンはプロ野球と長い付き合いがある。ナショナルアソシエーション1901年、オーバーアンは現在単純にマイナーリーグと呼ばれるプロ野球リーグ、ナショナルアソシエーションの本部になった。教会の財務官を長年務めたジョン・ハレルは、 地元の住人であり、彼が務めている間は、教会の本部があり続けた。現在は、フロリダ州セントピーターズバーグに本部が移されている。オーバーアンコミュニティベースボールオーバーン氏が所有する、オーバーアンコミュニティベースボールは、1958年から、クラス A、ショートシーズンのニューヨークペンリーグに属する、オーバーアンダブルデイズとその前身であるオーバーアンの、チームの親組織である。 ホームゲームは、レオピンクニーフィールドアットファルコンパークで行う、ワシントンナショナルズの参加である。 1978年から毎年8月の第2日曜日にラン、自転車、カヌーを組み合わせた3人、内し4人のリレーによるグレートレースを開催している。オーバーン南郊外のオーアース高校が出発とゴールになる。毎年平均2000人から2500人が参加しており、国内でも最大級のリレー競争会となっている。オーバーンで発行されている日刊誌は、 ザ・シティズンであり、1816年に発刊され、以前は、ザ・デイリー・アドバタイザーや、ザ・シティズンはアドバタイザーという名称だった。オーバーン氏とカユガ軍で購読され、また、ニューヨーク州中央部に配布されている。長官は毎日発行され、発行部数は1万部、日曜版は1万2千部である。D エンタープライズが所有している。ウィリアム・スワード、ウィリアム・スワード帝。 2012年撮影、ハリエット・タブマン・ハリエット・タブマン帝、2007年撮影オーバーン出身者の中でもアメリカ合衆国国務長官を務めたウィリアム・スワードや奴隷制度廃止運動家、ハリエット・タブマンが著名な人物である。スワードはニューヨーク州上院議員、ニューヨーク州知事、アメリカ合衆国上院議員を務めた後、アメリカ合衆国大統領候補となり、 選挙で敗れた後は、エイブラハムリン・カーン大統領とアンドリュー・ジョンソン、大統領政権の国務長官になった。その間の1867年にはロシアからアラスカ購入を交渉し、そのことでスワードの無効と呼ばれるようになった。1823年からその死の1872年までオーバーンに住んだ。奴隷制度に反対していた。1859年、 奴隷制度廃止運動家のタブマンに土地の区画を売却し、タブマンはそこを北部でより良い生活を求めるアフリカ系アメリカ人の家族や友人たちの安全な対比場を創設するために使った。スワード邸は現在歴史博物館となっており、タブマン邸ともどもアメリカが州国国家歴史登録財に指定されている。オーバーンにある多くの場所が アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。例えば、オーバーアンボタン工場とローガンシルク工場、ベルトガス金邸、ケース記念、シーモア図書館、カユガ軍庁舎と事務官事務所、ハリエット・タブマンの高齢者の家、ウィリアム・アンド・メアリー・ホスマーテイ、セント・ピーターズ・エピスコパル協会複合施設、サンドビーチ協会、シャインズ・オーバーアン劇場、トンプソン・アメザイオン協会、 ハリエット・タブマンボ、ハリエット・タブマン帝、旧郵便局と裁判所、ウォール通り、メソジスト・エピスコパル教会、シルベスター・ウィラード邸宅がある。ウィリアム・スワード・テとト・ウィラード記念礼拝堂、ウェルチ記念ホールは、アメリカ合衆国国定歴史建造物であり、サウス通り地域歴史地区は、国定歴史地区である。ありがとうございます。